はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。さあ本日なんですが、廃課金者しか組めないアルティメットブルジョアデッキを作ってきたんで動画にしてきました。驚異の UR 枚数35枚です。誰が組めんねんっていうね。 UR35 枚あるんですよこのデッキ。あ、ちなみに SR も11枚あるんで、あの SR 以上の枚数だけでもうあの46枚くらいっていう、もうメインデッキ超えちゃってるっていうね、あのが本当に頭がおかしいねデッキなんですけれども、まあ、あのいわゆる石化怪獣かぐやっていうデッキですね。はい、あの怪獣がめちゃくちゃ強いじゃないですか今。結構その先行制圧モンスターに対して高校でなんか相手のモンスターポイっていけるあの怪獣めちゃくちゃ強いっていう、そういう話がありまして、でこの怪獣たちを、まあ、うまく使えるデッキがないかなっていろいろね、その調べたところ、もう怪獣かぐやっていうデッキが強えと。で怪獣かぐや、まあ、確かにめちゃくちゃ楽しそうだなと思って組もうと思って組んでみたんですよ。 UR バカほど多くてやばかったこれマジで。これあの理想系をね、一応ね僕の中でいろいろなんか調べて作って、でちょっとあの組んでみたら、なんかすごくないこの UR の量、えぐいんだけど、やばいこと起きてるよね。もうほんとブルジョアしか組めないんじゃないかなと思ってるんだけどこのデッキ。まあ一応ね汎用カードはね、あのいくつか入ってるんで、例えばあのウララとかね、あのゾウジーとかこの辺は入ってるんで、まあここの汎用っていうのがあるから、まあこれは持ってる人多いのかもしれないけど、まあちょっと UR カードを中心に説明していきますね。はい、まずこのデッキアストラルクリボー入ってるんだけど、これアストラルクリボーはエクストラデッキのねナンバーズのエクシーズモンスター相手に見せるとそいつと同じレベルにできるよっていうカードなんだけど、このアストラルクリボーくんが8になれるんですよね。レベル8になれる、で特殊召喚しかもできるんで、レベル8特殊召喚っていうことで、この辺これのモンスター例えばナンバーズだから、まあタイタンギャラクシーとか見せてレベル8で特殊召喚できるから、レベル8のモンスター2体並べて、8エクシーズランク8ができると。これデッキね、一応怪獣かぐやっていう名前ついてんだけど、あんまり怪獣入ってなくて、レベル8のモンスターめっちゃ横に並べて殴ってレベル8でビートしていく、まあ、ランク8ビートみたいなところあるんですよね基本的に。はい、だから怪獣だけに頼ってなくて、別に相手がモンスター出してこなかったとしても、例えば未開域とか出してもうバンバン村雲とかバンバン出してぶん殴っていくみたいなことができるデッキになってます。はい、でこれアストラルクリボンね、でウララは別にいいか、でサイフレームガンマンも別にいいな、かぐやも、まあ、かぐやはねこれ召喚成功時にデッキから攻撃力が1850の魔法使い使いモンスター、まあ、要は自分ですよね基本的には、自分を持ってくることができるっていう効果と、一旦一度相手フィールド上のモンスターと自分を選択してそいつらをバウンスできると。でただし相手がその同盟モンスターをジェシーのデッキエクサルデッキから墓地を送ると効果無効にできるよっていう効果なんだけど、まあ、基本的に、まあ、ミラーは何ミラー対策というかミラーは見てないんで、まあ、例えばガダーラとか出したり、あとガメシエル出した時に相手のデッキにガダーラとかガメシエルが入ってなければかぐやね、バウンスしてもう一回使い回せると、まあ、妖精獣とかも同じような感じなんだけどさ、まあ、この要は相手に送りつけた怪獣とかをかぐやで回収してもう一回使えるっていうのが、まあ、このかぐやの強いところですよね、怪獣かぐやので。このディメンションアトラクターっていうカードなんですけども、あのね、まあ、ちょっとこれ若干ね増殖する G と相性が悪いかなっていうのは、まあ、若干あるんだけど、このディメンションアトラクター何が強いかっていうと、これ手札からいつでもぶん投げると実質次のターンの終了時までマクロコスモスになるんですよ。これ結局マクロコスモスっていうカードね、あれ刺さんないデッキあんまないでしょ今で。このデッキ基本的に後攻取ってぶん殴っていくデッキなんで、先攻でなんか展開されると困るわけですよ、めちゃくちゃ展開されると。なので例えばニビルとかその入ってるんだけど、このアトラクターが結構強いんだよね。これ先攻でぶん投げると相手結構困るから、手札からこいつ墓地を送ると次のターン終了時まで全部除外されるってことで、まあ、相手の展開を阻害したりできるんで、これめちゃくちゃ強いということで、こいつを3枚入れました。はい、これはなんなら UR だからっていう理由で入れてるんですけどでも強いです、使ってる感じ。ただ手札から墓地を送って墓地を送られるカード、例えば増殖する G とか、これ打ってなくなっちゃうんですよね、手札から墓地を送って発動できるみたいな効果なんで、ちょっと若干これ手札から捨てる発動できるっていう、これは打てるんですよ。
テグだから捨てるので、けどテグだから墓地を送って発動できるっていうカードはちょっとコストとして成り立たなくなっちゃうんで、まあ、ちょっとここだけ噛み合わせ悪いみたいな感じですね。でダイナレスラーパンクラトップスはもう言わずもがな高校デッキなんで、まあ、1枚ピンザシーで、怪獣は、まあ、ガメシエルとガダーラ入れてて、まあ、ここは、ガダーラがなんで多いかっていうと、あれ、あの鉄獣の、風属性特殊召喚封じ結界像がちょっとめんどくさいかなと思って入れてんだけど、まあ、別にこの、ここはこれじゃなくても、まあ、別にそこがなければマジで何でもいいです。怪獣、弱い怪獣だったら何でもいいけど、まあ、打点が一番低いからね。ガメシエルが本当はガン詰めしてんだけど、ちょっとまあ、その LL がいるんでガダーラが多めになってるみたいな感じですね。で、ビッグウッドとサンダーバードは両方ともとても簡単に特殊召喚できるモンスターでアドバンテージを失わないっていう、しかもレベル8なんですよね。これがめっちゃ強くて、まあ、今回エクストラ見てもらえば分かる通りめっちゃランク8入ってるんで、まあ、この辺で展開していって、ランク8で攻めていくみたいな感じですね。で、希望、気候者村蜘蛛のオロチ、これも相手ターンに特殊召喚できるし、レベル8なんで、はい、ランク8ビートとしてめっちゃ強いから入ってる。で、獅子王アルファもこれもまあ強くて、高校から出す分にはね、こいつ特殊召喚できないんですけども、相手フィールド上の攻撃力の合計が自分のフィールド上のモンスターの攻撃力よりも高い場合は特殊召喚できる、まあ、ほぼ特殊召喚できますね、初手だったらね。で、こいつ特殊召喚して、でさらに、自分のフィールド上の、獣族か獣戦士か鳥獣族、まあ、自分でもいいんだけどさ、自分を戻すと相手のフィールド上の表側表示のモンスターを選んでバウンスできるよっていう効果があるんで、まあ、これ対象取らないバウンスなんでめっちゃ強いから、まあ、こいつを、出して、で相手の除去を して、まあ、効果踏んだりとか除去したりして、で展開していくみたいな感じのデッキになってますね。はい。でニビルは先行展開が鬱陶しいんで入ってる。でこれがねやっぱ強いですね。石化の光、自分の墓地に魔法トラップカードが存在しない場合、自分はデッキから2枚ドローする。でこのカードの発動後、このデュエル中に自分は石化の光以外の魔法トラップカードの効果発動できないっていうめちゃくちゃ重い縛りついちゃうんで、だからこのデッキは魔法トラップカードをこのカードだけにします。はい。石化の光だけでアドバンテージを稼いでいくと。でしかも墓地のこのカードをね除外すると手札のモンスターなんか腐っちゃったモンスターデッキに戻して1枚ドローするっていうなんか手札入れ替え効果もついてるんで、これめっちゃ強いんですよ。なんで、これを3枚と。でエクストラは、まあ、ほとんど、この辺使わないんだけど、まあ、一応サイクリーム入ってるから入ってるんだけど、ここねエクシーズモンスターにしてもらって、ここ別にサイクリームガンマーとかじゃなくて普通にその他の手札誘発とかにしてもいいと思うんですよね、デッキなんで。今度始まるエクシーズフェスティバルっていう、まあ、ちょっとまだ撮影日現在では始まってないんだけど、エクシーズフェスティバルとかでもこのデッキ使えると思います。高校で怪獣バンバン並べて殴っていくだけなんで、エクストラも一応結構使うモンスターはいくつかいるんだけど、エクシーズモンスターなんで基本的に全部ね。なんでここ抜いちゃってエクシーズデッキにしてエクシーズフェスティバルに持っていくっていうのはできるんで、はい。まあこんな UR 集めるの誰がやるねみたいな話あるけどね。で、ヌメロンドラゴンがねこれ強くて、これ一旦に一度このカードのエクシーズ素材を一つ除いて、このカードの攻撃力が、フィールドのエクシーズモンスターのランクの合計かける1000アップするよっていう感じなんで、これね基本的にこれから出してくるんですけど、流星神ドラッグラビオンっていうね、これドラッグラビオンくんの効果で、適当ななんかナンバーズを2種類選んで、で、どっちか出してどっちか下に重ねるっていう効果なんですよ。これで、ね、ヌメロンドラゴン出すとこれ打点9000になるんですよね。こいつがすごく強い。これがワンキルがかなり通りやすくなるので、こいつが最強。これよく出しますね。であとは、こいつは下敷きですね。はい、ヌメロンドラゴンの下敷きで、魔法カードを無効にしたい場合は気を帰るタイタニックギャラクシーを、出していくこともありますとか、これですね、冥界の霊騎士ランスロット、これがね非常に強力。これなんで強力かっていうと、まあ、丸3番の1ターンに1度このカード以外のモンスターの効果魔法トラップカードが発動したらそれを無効にして、できますよっていう効果ももちろん強いんだけど、これねダイレクトアタックできるんですよ。こいつこのカードは直接攻撃できますと。でさらにダイレクトアタックしたら、相手に戦闘ダメージを与えたら相手フィールド上の モンスター、破壊しますよっていう効果もついてるし、これランスロットでダイレクトした後に、まあ、めっちゃ強い動きなんだけど、これがペインゲイナー重ねるんですよ、ランスロットに。でペインゲイナー重ねた上にザ・セブンシンズ出すんですよ。でザ・セブンシンズの上にアーゼウス出すんですよ。そうするとね2回効果使えるアーゼウス出せるんですよね。これすごい強くて、ランスロットが結局ダイレクトアタックしてくれるから戦闘したことになるんで、なんで、こいつの上に重ねて重ねて重ねて重ねるっていう、でこのガンダム出せるっていう、すげえ強いこのコンボがね。はい、
で一応こいつの注意しなきゃいけないところはあれですね、あの強制効果あるんですよ。一旦に一度このカード以外の、カードの効果発動した時するって書いてあるんで、これ強制効果なんで、相手になんか絶対使われるカードがなんかある場合はあんま出さない方がいいかなっていう、まあそんな感じですね。でとあとよく出すのは、まあ、よくでもないけどサイファードラゴンからサイファーブレードはたまにしますね。はい、相手のカードを破壊しできるんでこのコンボだと、あのサイファードラゴン出してサイファーブレードを重ねてぶん殴るっていう、破壊してぶん殴る。あとはサイファーブレードじゃなくてサイファーでパクった相手のモンスターの上に重ねてサイファー X っていうのも、まあ、たまにしますね。はい、で言わずもがな最強モンスターがこれシーオルフェゴールディンギです。これあの選んで相手のカードを選んで墓地を送るんで、まあランク8で最強だと思ってるんですけど僕は、このカードで、まあ、例えばビッグフットとサンダーバード並べて適当にディンギルスしてディンギルスで1枚除去ってでディンギルスでぶん殴ってでディンギルスの上に重ねてガンダム出すみたいなこともできるんで、まあ強いという感じですね。で一応あまりやんないんだけど、まあ、あの先行で一応レベル8か2体並んだら、まあ、フォトンロードとか出しといて、まあ、モンスターの効果をね、一旦一度無効にするよみたいな、まあ、先行も一応やることはあるみたいな、まあ、そんな感じのデッキになっております。まあ、多分この動画を見てこのデッキを作る人はいないと思うんですけども、なんせ驚異の UR35 枚なんで誰が作れんねんみたいな話あるんですけど、結構強かったです。やっぱ強かった。今まあ、プラチナ、まだ4ぐらいなんだけど、勝率多分ね俺のプレイングでも勝率7割ぐらいあるんで、あのこのデッキ使ったらすごく強かったです。やっぱり、うん、結構ね怪獣とかがねやっぱりね、あのモンドメドでリリースできるっていうのが強いところなのかなと思うんで、早速ねデュエルご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。こっちはよ UR35 枚積んでっからよ、負けるわけにはいかねえんだよな。ハンドちょっと強えな、これもう打っとくか。あのハンド強い時はもうディメンションアトラクターもうなんか先行でバチコロとドローフェイスで打つっていうね、ことやってます。はい、先行っていうか、まあ、あの先行相手の先行で、はい、これあのあれですね、マクロコスモス、次 の, じあの僕のターンの終了時までマクロコスモスするよっていう、まあ、カードなんですよ。これめっちゃ強くて、はい、ドラゴンメイドかいいだろう。ドラゴンメイド相手にとって不足はない。ドラゴンメイドなんかイラストアド高いね結構ランク戦潜ると割と当たるんですけど、イラストアド高いですねこのテーマね。嫌いじゃないですこのデッキ。ちょ動かし方よく分かってないけど嫌いじゃない。ドラゴンメイド人、これあの向こう おばさんですよ。おばさんか落ちたか知らんけど向こうおばさんね、なんでも向こうおばさんね。はい、ゾジはちょっと先行で欲しかったですね。はい、ちょ先行欲しかった。まあ、ちょとりあえずパンクラトプスっていう最強の恐竜モンスターいるんで、まあなんとかなるかなっていう感じはするんだけど、これディメンションアトラクター発動してるからあれなんだよな、あのゾジのチェーン出てこねえんだよな。あの墓地遅れねえからよ、あんま相性悪く、あの、よくねんだ。あの、増字があるときはね。うん。増字あるときはちょっと、あの、打たないようにした方がいいんですけど。はい。まあ、とりあえず、ダイナレステラー、パンクラトプス君を特殊召喚しますか。まあ、一回ね、挨拶で、恐竜出して、ういーって言って、で、プレッシャーをかけていく。そのなんか破壊するぞ。そのバックはちょっと一回割るか。バックわかんねえから、ちょっと割ろう。バック割るか、その、なんか、シトラール割るか、どっちかしよう。シトラールの方がいいか。ドラゴンメイドのお片付けは何でしたっけ。アイディフィート上のドラゴンズク、ああ、破壊するのね。はいはい、了解。破壊するやつ。まあ、それはでもちょっと早かったんじゃないの。それチェーンできちゃうけど。僕のパンクラトプス君。パンクラトプス君の効果を発動。自身をリリースして、あれ、どうせ破壊されっから、まあ、ドラゴンメイドシュトラール破壊すりゃいいんじゃねえの。これシュトラール破壊したらこれも破壊されて両方とも破壊されて相手やべってなってシュトラール破壊、で無効にするしかないよね、これね多分。さあそのよくわからねえ、なんか何でも無効おばさんには消えてもらうぜ。ドラゴンメイド無効だよな。ドラゴンメイドはちゃんと遊戯をしてるからめっちゃ好きだわこのテーマ。なんかアルティメットデクライラーみたいな、なんか対話拒否みたいなことしてこないからこいつらめちゃくちゃ遊戯をしてるから俺めっちゃ好きだわこのデッキ。うん、ちょっと組んだことないんだけどね。でハスキーが出てくると、はい、
で、ハスキー出てきたら、あとはハスキーを処ればいいだけって話か。まあ、とりあえず手札は減んないから、かぐや召喚から入っていいかな。いろいろ持ってます。さあ、かぐや召喚、かぐや成功時効果。1850の魔法使い族モンスターを手札に加えることができるという効果。で、サンダーバード効果。さあ、出てこれるかな、サンダーバードくん。よ、出てこれた、よし。サンダーバードくんは出てこれる。サンダーバードくん以外のモンスターが当てられた場合、このモンスターを特殊召喚してカードを1枚ドローしていく。来た、強欲な光。強欲で強欲な光を発動。カードを2枚ドローさせてもらうぜ。ちなみに、俺のデッキに魔法カードはこれしか入ってねえ。アストラルクリボー、なるほど。この人はもう何もしないですか。とりあえずアストラルクリボー出していいですか、自分。レベル8にして。これどうしたらいいんだろう。なんか、わかんないけど3000立ってんのめんどくせえな。このターンでワンキルは取れねえか、さすがに。このターンでワンキルは取れないかもしんねえな。ガンダムルートする？一旦ガンダムする？これ一旦ガンダムしよう。レベル8のモンスターが2体でオーバーレイ。エクシード召喚。ダイレクトアタッカー。最強のダイレクトアタッカー。ナンバーズ、23。冥界の歴史、ランスロット、バトルフェイズいきます。この人は、相手のモンスターをガン無視して、相手の顔面もぶん殴り続けることができます。はい。で、こいつがダイレクトアタックのダメージを与えた場合の効果を発動。このモンスターの効果により、相手フィールド上の表側表示モンスターを破壊することができる。こいつ破壊していいの？これ大丈夫？なんか破壊したらやばいこと起きない？大丈夫？ちょっとあんまり分かってないんだけど、これ破壊していい？はい。で、メイン2入って、で、まず、ランスロット君の上に重ねて、オーバーレイネットワークを再構築。エクシーズ召喚。いけ！ペインガイル！雲大量発生いきます。この雲の上に重ねて、さらに雲を出していく。雲が1匹いたら、雲は2匹いると思え。ゴキブリは1匹いたら10匹いると思えって言うけどな。10匹だから20匹だから知らんけど。で、ザ・セブンシンズの上に重ねて、オーバーレイネットワークを再構築。エクシーズチェンジ！現れよ、ガンダムドーン。ガンダムドーンで、特にやらないで短縮です。さあ、あなたの手札は3枚と。さあ、まあ無限に、まあ、融合とかしてもいいんですけど、とりあえず全部送りますよ、墓地に。大丈夫です。ひたすらにドラゴンメイド、パルル、あ、強そう、強そうだから止めよう。ふん。で、手札誘発場、はい、お疲れ様です。適当にガンダム出してたら勝ってたわ。ハンディングは、あー、増字ないから投げていっか。アトラクターぶん投げちゃっていいか。割と、まあ、悪くないな、ハンド的には。これで展開止まってくれればいいんだけどね。アトラクター君めっちゃ強いっすよ、本当に。この人マジで強い。もうハンドは、まあ自分が、まあハンドがそこそこ、まあ、あの悪くないなっていう時に限るんだけどさ、まあ、アトラクターをなんかぶん投げておくと、相手結構展開止めてくれて、もうなんか何もすることないくてエンドみたいなことあるから。強欲で貪欲なツボ、なるほど。強欲で貪欲なツボ止めるもんないんですよね。画面といてもよかったかもしれないな。まあいいや。なんか結局何かが出てきてからアトラクター打ってもいいんですけどね。はい。ちょっとなんか動かれて、あの墓地を送られるのが嫌すぎて、あのアトラクタードローフェイスでぶん投げてるんですけど、これもうちょっと待ってもいいのかもしれん。プレイングよく分かってね、あのこのアトラクター君の。ただやってることはめっちゃ強いっていうことだけ分かる。おー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 おおお、ああ、グラットンか。なるほど、グラットンね。ああ、ダイザビートみたいな感じかな、これグラットン。ダイザビートみたいなやつ。あ、メタビア先行の追放者か。あんま刺さんねんだよな。パキケファローがいなければ、なんとかなると思う。それ、虚無だけやめて。バニティスペースが一番めんどくさい。まあさっきちょっととりあえず、あの、伏せカード踏みに行くか。あれ、なんだろうな。まあでも強そうなトラップだと思うんですよね。メタビに入ってる、伏せカードって大体強いんで。でさ、1伏せってことある？なんかライトニングストームとかケアしたんかな。フェアリーティールカグヤのちょっと召喚成功時、あ、これ神線だね。こう、あの効果発動にチェンジなんもないから、こう神線だね。あ、そうだね、はい。神線バチコーンってやられる。まあそれは読んでたんで、せっかくの光始まる。
で2枚ドロー。これさすがに2ビリだね。この対戦これ多分さすがに2ビリじゃない。なんかチェーンあるね。なんだろうな。でもこのデッキにチェーンあると大体は村雲かなんかだと思うんですけど、多分怪獣が来たか。まあ、とりあえず未開域のサンダーバードは発動してもいいのかな。未開域のサンダーバードだけは出しておいていいか。で手札はどれでもいいけどサンダーバードだけやってください。2ビルとかいらないです。あ、それいるな。結構いらないか。でサンダーバード特殊感ほい。でシシオ来た。いいね、いいじゃん。シシオはとりあえず出していいね。百獣の王竹井壮を特殊召喚していく。で、これは戻す必要性もあんまねえな。もう そのまんま殴ったらいいんじゃない。これなんか脳死で殴ったろ。なんか相手4000バーンのカードを使ってくれたんで、はい、4000バーンカードを使ってくれたんで、とりあえずドラッグラビオンドヤ顔出して、あ、守備用だったらまあいいや。で、ドラッグラビオンの効果を発動。オーバーレイユニットを1つ使い、エクストラデッキよりナンバーズモンスター1体を特殊召喚し、それ以外のナンバーズをその下に重ねるとかいうなんかよくわからん効果、よくわからん効果を使ってヌメロンドラゴンを特殊召喚していくぜ。ヌメヌメしていこう。そしてヌメロンドラゴンの下に重ねて、タイタニックギャラクシーをワンチャン出すかもしれないから、これをプッてやって、そしてヌメロンドラゴンくんの効果を発動。ヌメロンドラゴンはオーバーレイヌイットを使うと、なんとフィールド上のモンスターのランかける1000ポイントの打点になるぜ。そう、これでお手軽9000でバトルフェイス入ります。こんな余裕で勝っていいんですか。こういう、でもこういうデッキなんですよ。あ、村子もね、やはりな、読み通り、はい、で1600を9000でひたすらにぶん殴るって感じですね。はい、さようなら。神戦打ったない方が良かったのでは。このデッキねマジで早い。一戦が、いやマジで一戦一戦が早すぎて、マジ引くくらい早いんだけど、このデッキ。ああ、いいね、このセッカーの光が来てるのはでかい。非常に超高速でね周回できるし、あと、あ、もう多分デッキ解説のところもちょっと言おうかなと思ってるんだけど、ちょっとどこ使うか分かんないから動画で言っとくけど、エクシス、おい、ふざけんな、そんなくせんな。エルドリッチか、次回心、未知音は次回心デッキか。なるほど、わなび次回心みたいなデッキか。次回心も結構ね、安く作れていいデッキらしいですね。ちょっと作ってみたいなと思ってるんですけど、どうせ NR が多いデッキはね、俺 NR ポイントね今ね5万ずつくらいあるんでね。NR のクラフトポイント、ね、5万くらいあるんですよ。でなんか無限に作れそうな気がするんだけど、ちょ一回かぐやから召喚して、かぐやで一回ワン見ようか。ちょセッカーを通したい一回。あのデッキ多分そんなに高速じゃないと思うから、まあ、とりあえずかぐやで、かぐやくんの効果でなんかかぐやをサーチしたいんだけど、これ許していただける？これなんだろうね、このデッキ。あの後ろね、まあちょっとバニティスペースとかが一番きついですかね。バニティスペースとか、あと直命、まあ、直面そこまでだけど、バニティスペースあるとマジでやばいね。でとりあえずかぐやは許していただけた。なるほど、これ獅子王アルファマジで腐るからな。攻撃力がね相手の方がなんか多いと特殊召喚できるっていうモンスターなんだけど、相手攻撃力ゼロだからさ、1ミリたりとも刺さらんっていう獅子王アルファくん。獅子王アルファメタルのやめてもので、あー強っ。なるほどね。じゃあまあ、とりあえずまあサンダーバードかなんかから行けばいいか。サンダーバードか、まあ、どっちかというとビッグフットか、どっちでもいいんだけど、まあ、ビッグフットから行こう。でビッグフットこうか。手札のこの中からなんか相手がランダムで1枚選んで墓穴ウォール。あー、なるほど、これバーン系のデッキですかね。多分バーン系のデッキですね。これね、ボケソールね、あんま刺さんなくて、これ向こうにしても2000バーンは食らうけど、これ、このまま焼き切られることないよね。ライブ。大丈夫だね。ビッグフット君はなんと、最強効果で、別にこれ手札から見せて、なんか、特殊召喚するみたいな効果は、別に単一ついてないっていう話があって、で、うらら、あ、どっか行った。まあいいや。で、ビッグフット特殊。今ちょっと次回心は戦闘効果で返さないよっていう効果あるんで、まあちょっと効果除去していくしかないという話ですね。はい。まあ破壊しない除去ですね。破壊しない除去、まあ、破壊しない除去を飛ばせばいいと。破壊しない除去なんていうのはまあいっぱい入ってますんで、
で、ビッグウッドでビッグウッド出していこう。これなんでもいいや。これなんでもいい。こいつ、ビッグウッド以外だったんでもいい。ああ、DD クロー。まあ、それはいいや。全然。全く問題ない。で、ビッグフット特殊召喚で。で、ワードゥルー。はい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 。まあ、一旦、そして一旦ちょっと、選んで墓地送ります。一旦選んで墓地送るのあるですね。次回神処るためにこいつ出してレベル8のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。一旦最強モンスターのディンギルス君出して、でディンギルス君特殊が成功時効果、相手フィールド上のカードを1枚選んで墓地に送ります。さあバックか前かって言われると、まあ多分まあ前なんだけど、あいつ処理ないんで前なんだけど、でここで、ディンゲルス君の効果で相手フィード上のカードを1枚選んで墓地を送るっていう効果に中にチェンジしないと、その次回神はどっか行く。仕込み爆弾仕込み爆弾強えな。仕込み爆弾、なんかこれチェーンバーンみたいなやつですね多分ね。これもねちょっとねデッキ組んでみようと思ってるんだけどさ、これ楽しそうだよねこのチェーンバーン。なんか俺1回ランク戦で当たってさ、まあ、これ2回目なんだけど当たんの、これで結構すごいこと起きてて、積み上げる動きいいね、いいじゃん、これ俺のチェーンビートみたいな動きすんじゃん、いいね、そのデッキ楽しそう。まあ、それはどうでもいいんじゃない、一回スルーしよう。まあ、あいつさ、あのこの8000ライフ守りきれるつもりなんかな、俺の展開力舐められてるもしかして。ちょっと自家心どっか行ってくれる。ほんでサンダーバード特殊召喚、これサンダーバード以外で何でもいいっす。あ、オッケー、もう全然いいっす。でサンダーバード特殊召喚、はい、よいしょ。あー、なるほど。村上も出そう、分からせよおい、でバトルフェーズ入るか、バトルで。まあ別に村上もバトルフェーズでよかったけど、はい、対戦ありがとうございましたあのこういうね、なんかあのこういう機にはあのなんか脳死でモンスター横に並べてぶん殴るだけで勝てます。対戦ありがとうございました。さすが UR35 枚の実力ですね。よし、 OK。 なかなかカードはカード的には強い。これあの村雲のいいところはなんか相手増進持ってんのかみたいなね、もうちょっと強欲で謙虚なともいいでしょう。あいつゾージー持ってるなみたいなのをちょっとチェーンで読ませるみたいな、やべえカードめっちゃ見えてんじゃねえかよ。仕込みマシンか、またなんかチェーンバーンさっき渡ったんだよねなんか流行ってんのかな。ちょっと俺も作りてんだけど、このチェーンバーンとか最強カード、トラップトリック、なるほど。いや不穏なカード見えてんな、トラップトリックとかいう。はい、何枚セットだ俺ハーピーの羽ぼき入ってねえんだよな。ちょっとね、わらびにはね、若干弱いかもしんないですね。このデッキ。あの、セットカード割れないんで、そんな簡単には。モンスターで展開してくるデッキは強いんですけど、村雲のオロチで、とりあえず出していく。まあ、まあ、最悪ね、ガンダムの効果通れば、まあ、ガンダムで全部墓地を送るみたいなことができるんですけど、エクシーズモンスターでとりあえずぶん殴ってね。ドロー。ディメンションアトラクター弱。今ではない。破壊林、めんどくせえな、めんどくせえな、めんどくせえな。アトラクターはいいわ。で2450バーンね、了解、それは把握。なんかめちゃくちゃ考えてんなこれ。仕込みマシンがいいよ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 。で今ものすごいバーンダメージが入るので、6に12、1200バーンね、1200バーン。不運の爆弾、相手フィールド上の無敵表示モンスター対象にとって、そいつの攻撃力の半分のダメージ与える、うぜ。これで1225じゃあ、うっとうしいな。フィードバック、相手のエクサデッキのカードを2位の枚数だけ裏側表示除外すると、だる、その数だけ相手のエクストラデッキの裏側表示のカードをランダムに選んで、エンドフェーズまで除外する、面倒すごチェーンこれ。え、このターン俺エクストラからモンスター出せないけど、あー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 、いた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 。あ、そうか、トラップトリックね、いいよこれ。え、待って、3125、え、これ
3125削られることないですよね、さすがに1枚では。 DD ダイナマイト、除外されている相手のカードの数かける300ポイントのダメージを相手ライフに与える。え、やばないこれ。ちょっと待って、うっそ。